GM チャンネルスタッフ。よし、さあやっていきましょう。はい、ここは枯れひまわりだからね。ここなんですよ、枯れてるんですね、これ。歌ってるで、そうですね、これやべえやつで、枯れひまわりは咲かせてあげると。そうそうそう、ダメですね。これヨッシーじゃん。ヨッシーだと思うでしょ。うん、違うんかーい。カメなんですね。でこのカメたちが、ドン。おえ。そうそうそう。ええ。で元気になる。意味がわからない。意味がわからない。あいつらが養分取っちゃってるんだよね。知らんけど。知らんけど。まあまあそういうことでしょうね。うん。おれ、おお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 おあれ。要は当たらずに床にめり込ませないといけないということ。そういうことですね。で多分こっちじゃないとダメなんだ。はい、ドンとでコインが出るんで回復しつつ、これ簡単ですね。どこのが元気になってんの？ね、全然わけわかんないとこ元気になってね。ベリ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 、ポーンと。で、おいでやすを。おいでやす。おいでやす。あ、やっぱダメだったね。あ、ミスった。あ、でも大丈夫。ドン。いい。タイミングよ。どのタイミングで元気になる。まあ要はひたすら、そうそうそう、枯れるってるやつを元気にするっていう感じですね。そういうことだ。カメかこいつ。色合い的には牛ですけど。ドーン。はい、簡単ですねこれ。作業的な話をすると、うん、単純すぎる。単純すぎるね。なんかその香り映えしないですね。そうだね。まあしょうがないんだけどね。これでクリアですよ。だってこれで終わりですよ。よかった僕じゃない。おい。おいおいおい、遊んでる暇ないぜ。いい、簡単すぎ、わろ。はい、ドン。一番でっか。要は他のを元気にしたから全部でっかいのが元気になると。なると。親が元気になりましたよ。あら、顔かわいいですね。はいはい、早くね。素晴らしい。早っ。素晴らしい。ほほ、続けましょう。はい、次はどこ行こっかね。お、あ、新しいステージ増えるよ。おお、せっかくだから新しいステージ行きます。じゃあね、これ捕まえて、あいつを捕まえよう。はい、ニセマリオ。あ、またニセマリオ。そう、ニセマリオがいるからそいつを捕まえれば。そう、ヨッシーが。ヨッシー、そうそう、さっき卵持ってた。はいはい。ああ、そういうことか。そうそうそう。どこにいるんですか。うん、なんだっけ、中央広場。そうか、これどうやって私する。そうしよう。A ボタンで。あ、 A ボタンで。なんか音がしますけど、どうやって。中央にいるよ、中央にいるよ。中央ってどこですか。そっちから行ける。あ、こっち。そっちから行ける。よいしょ。で、左見て、こっち見て、左ですね。うん、落としてるね、落としてるね。ほら、あれあれ、何やってんの。そっと近づいたらバレないかな、なんて思ってますけれども。全然バレるぜ。言うてますけれども、言うとおりますけれども、言うとおりますけれども、と、何それ、誰のバレ、あー、誰のバレなの。え、嘘でしょ、うまっ。あ、動いた、動いた、動いた、いたね、右、こっち、そっち正面、正面、そうそうそう、こっち、そっち、
どこにいます？どこにいます？ほら、多分向こうが。あ、音してるかってこと。うん、ほら。ああ、くそ。これで傷つけ。地味。あれどこだ。降りたかな。ああ、なかなか君も早いな。走りながらビャーって言った方がいいよ。そう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 。でもルートは大体分かったから、それに合わせて。そういうことですね。そうそうそう。同ルートい、同じルート。飛ばせなかった。同じルートを通るから。でこっち、そうそうそう。でこう行って、こう行って。消えましたね。違う方行ったのかな。逆方向かな。じゃあ行ってみましょう。いや多分屋根の上なんだと思うんだけど。え、おお、ちょっと近くなってきた。どこだ。離れたね。逆方向だ。こっちだ。いた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 ね。降りてたね。ただやっぱりそっちは行くんだ、ね、なんでそっちは行って、次はどっちだ。また降りちゃった。こっちに行った可能性があるってこと。そうだね。そっちは行ってないんだろうね、多分。また降りたんだね。こっちか。そうってことは逆からここ攻めると思う。いたの。うん。おお、何、そっちにも逃げるんかい。待ってくれるんですね優しいね。ルート変わるんだね。いやそれはないわ。お、戻ったな。あっち行ったね。あ、いや上だよ、屋根の上で。上ですか。うん、上上上。で逆方向見てみて、この屋根残って。こっちか。そうそう、ほらで左、左見て。そう、ほら。お、よくわかりますね。当たってくだろ。落ちちゃった。できるっしょ。いけるいける。どこだ。それでどこ行った。右かな。こっち行ってみますか。こっちは音消えたね、今。小さかった。多分そっち方向だね。降りたか。降りたね。いますね、うん。さあ、あまりニセマリオで尺は稼ぎたくないよ。本当ですよ。さっきより単調だからね、これ。おっしゃる通りですよ。当たれよ。当たってるでしょ。軽く入力して走りながら。こうやって、こういうこと。そう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 。あのね。あのね、押し込まないと歩きながら水打てんの。あ、そういうことですか。そうそうそう。それを使いつつ もっと軽い方がいいですね。そうそうそう。あ、押し込まない。どこだ。多分左。さっきと同じってことですね。いや、届いてる気がするけどな。軽く押し続けるだけで。あ、そういうことか。そういうことか。そうそうそう。やっと分かった。で、走りながら。そうそうそう、そういうこと、そういうこと、そういうこと。いやー、よかった。5分ぐらいやってたよ。オッケーオッケー。これでヨッシーが出て、バナナ持ってこいって。バナナ、バナナがあるとこに行きゃいいってこと。そう、あのさっきさ、テントの。あ、オッケーオッケー。あ、でも別にヨッシー乗ると水いらんくなるから。早くして。ほんで、とりあえずヨッシーを取って、あのね、そっちじゃない、あのね、その右かな、その向こう側かな。そうそうそう。あ、俺自分でやっててよ。あった B か。そうそうそう。そうすると黄色いヨシが出てくると。で、これフルーツ食わせると色変わるんだよ。ほんとだ、ピンク。なんでで、乗ると。おいただね、ヨッシーは胃液を出すんですね。ジュースって書いてある。あは
あはぁって。あ、そういうことですね。そう。ほんで、あー、かわいすぎだろ。さっきのさ、あの、パイナップル、パイナップルあったとこ覚えてる？はいはい。あそこに行くんだよ。あ、うん？パイナップルって？あの、この上、建物の上。あー。に、パイナップルがあるからそこに向かう。これ？え、これ？そこジャンプして。あー。ん？そう。で、こっちか。そうだね。その、で、あそこの中央のとこ。おー、だいぶ、どうした？どうした今のは？これジェットパックは使えなくなるってことですかね。うん、ただ、あの、踏ん張りジャンプがあるから、ヨッシーは。あー、そこ。それと同じ感じ？こういうことですね。そう。ちょっと短いけどね。そうですね。うん。で、あの、パインナップルを食べる。そういうことか。そう。どうやってくるの？ベローンってやって。そう。おー。で、ステージに新しいステージが行けるよと。おお、長かった。そういうこと。てか、カル押しシステムもうちょっと早く教えてください。いや、俺言ったよ。練習の時に言ったよ。カル押しシステム。多分理解しなかったんだろうけど。さあ、これ来た。これむずいよ。むずい。これ最初トラウマになった。トラウマ。いや、本当ね、これ怖いんだよこのゲー。これこのステージ本当に。このねステージ自体はいいの。ホテルすごい楽しいんだよこのステージ自体は、はい、ただ矢印のここ行っていいですか。とりあえずうんそう行こう。そう、あ、まあ、止まった。どう思っていただいてるんその人が失礼だな。そんな便利やっていねえけどな。何でも気にしないでください。じゃあですね、ユンカイエイのような形のポケモンがつながりまして、なんて言いますか、ちょっとしか見えないスペースですね。ホテルビリビリしてドロドロして汚してないなんて、あなた私のホテルが私のホテルがドロドロしてないなんて。読むのやめたね。どうすればいいんでしょうか。またよしさんのペラペラポケモンを監督してください。えいかな。これやったことある？僕全く覚えてないです。これね、むずいよ。えい、俺最初悩んだ、どうやって勝つんだろう。影えい、頑張って。あ、ヒントを与えてくれない。あ、簡単よ。やり方はね。てか、どこに？後ろ。そう。そいつに当たるとダメージ食らう。怖い。何にも効かないんだもの。そいつに当たるとダメージ食らう。いや、むずっ。え、ちょっと早くない？しかも、ただ、水の中、大丈夫だと思ったけど、食らっていく。当たってもいいとこと当たっちゃダメなとこがあるんで、ね、一回やりましょうか。で、これ、来た、あのね、インクっていうか、変なの消すと、コインがたまに出てくる。はいはい。回復もできるってことですね。そう。まずちょっと倒し方をね。水をかける。あ、でも、おって、水をかける。さっき嫌がってたでしょ。そう。それずっとやり続ける。あー、そういうことか。ちょっと近いな、さっきから。水をかけると分裂するようですね。おぉ、はい。近いとやられてる。それそうだろ。近い。そう。近いな。あ、やばい。まずい。あ、やばい。おい。ここやばい。ちなみにあのインクもダメージ食らうからね。インクもダメージ食らうですね。うん。一旦コイン取っていいかな。取ろう。ちょっとここら辺綺麗にしてコイン出して取ろう。今一個出て。ただこいつらも、あ、まあ大丈夫か。あいつが汚してくれるから。水吸ってみる。あー、近い。やばい。まずい。あと1。むずい。いや、これむずいよ。あのね、本当に俺初めてやった時、あれ触っちゃったね。ああ、じゃあ交換だね。ちょっと分かん、あ、これも取っとこうか。これしのぶさん、これどういうこと。これね、マリオ、また新しくなったよ。いや、あのね、ほあのジェットノズルがもらえるの。ジェットノズル、ターボノズルか。また別のやつとかね。そう、さっきどこにいたっけ。そっちだよ。それは何、あの、新アイテム的なやつですか。そう、あ、ちょっと新アイテム、そうなんで急に。そう、すまん。
多分ね、所定の条件を満たすとみたいな感じだった。どっちに来た？あれ？あれかな？あれっぽいですね。待ってー。ヨシがいますね。いましたね。梨？梨が欲しいみたいですね。どこ行きました？後ろじゃないですか。いましたね。ビッグドロップ当たらないか当たらないみたいだ。ずいぶん短いループですねこの子。ちょっとね、逆にめんどくさいんですけど逆にめんどくさいんですけど、ずいぶんもうちょっと広いとこ、距離感狭い子ですねこの子。もうちょっと広いとこ行ってください。もうちょっと広いとこ行ってくれませんか。超同じルート、超同じルート。ちょっとうざいんですけど、うざいんですけど。そして当たらない。うざいな。あ、逆戻っていくそして同じとこに狭いなこの子。いけそうだけどな、まだか。どこ行って今度は。こっちか。初めて移動しましたね。ね。いや、そっち。おお、うまい。初めて遠くに行きました。おい、危ねえ。二三分ぐらいでしょ、多分。それとも僕よりは早いと思う。ちょっとさ。何すかこれ。はい。ちょっとだけ言っていい？はいはい。あのね、マリオ、ちょっとねあるんだよ。どこだっけな、こっちか、うん、ちょっと待ってね。全然僕はあのエイさえちょっとリベンジできれば何でもいいです。わお、あ、取れたあの真ん中つければいいです。そうそうそう、おお、これでステージ完了ね。なんだっけこれ。 OK、 これ楽しいやつ。うん、楽しいんですよ、これ。楽しいんですよ。楽しいんですよ。ああ、なんかあの、ランランラン系ですね。ヒャッホー、走っていく系ですね。ヒャッホー、見づらっ。これね。はい、満点いこう。いや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 、これ一回だけ？いや。クリアしないですか？やる？タイミングはわかんねえ。はい。あぶねえ。こんなむずいっけ。じゃあ俺多分ね、昔一回でクリアしたんだよ。タイミングが難しい。むずいね。むずいね、これね。ちゃうんだよ。これ赤のラインで出しちゃうんですか。うん、はい、いけたんじゃないかろうか。わかんないんですけど見えないんですけど、うん、視点変更かね。あれ、ゲームオーバーです。ゲームオーバーです。あ、そういうのもあるんですね。あるんですね。